バイ T シャツ屋さんの小山拓也は、岡崎体育と同じ中学の部活の先輩後輩。ヤバイ T シャツ屋さんの小山拓也は、寿司くんという名義で映像作家もしている。ヤバイ T シャツ屋さんの小山拓也は、2021年3月に宇治市観光大使に就任した。2022年1月には、京都市文化観光大使に就任した。ヤバイ T シャツ屋さんの小山拓也は、無線LANバリ便利という曲の PV の中で、自宅の Wi-Fi パスワードを公開した。ヤバイ T シャツ屋さんの楽曲で、猫飼いたいという曲があるが、小山本人は猫アレルギーである。